キベさん、はい、リボンさん、はい、ちょっとね、お金遣いが荒いんですよ。うん、俺もそれ薄々ね、分かってました。うん、やばいなって人がいますね。ちょっとね、あ、そういうこと？一人ね、そう、財布パンパンな人いるんですよ、こちら。あら、重厚感ありますね。それは見たことあるな。パンパンなのよ。パンパン、さっきこれ全部これ、ね、これどういうことよ。えこれどういうことなのよ。え、何？レックス、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 なんもないよ。レックスさん、レックスエリア。ということで、今日パンパンすぎるので、いやいやいや、抜き打ち、え、ちょっと、のりさんの所持金チェック。これは応援するもんじゃないわ今。素敵的に入っちゃってすごいよ、これ、はい、パンパンすぎて。いや、レシートよ、ほぼレシート。あ、レシート？あ、レシートか。じゃあ、お金出したことない。全然あ、よかったよかった。ターボさんにチェックしてあげて。チェックしてあげましょう。あの、24歳の平均やと思う。うーわー、やばい、もうやばい、やばい、やばい、全然入ってない。何？ちょっとお札出して数えましょうか。全部1000円でしょ。この厚みですよ、厚み。もうちょっと、この厚み。じゃあ、なんもないっす。1、2、3、え、いくな。4、数え方下手。5、6、7、8、9、11、そうでしょ、12、13、2000、13万2000円。おぉ、お前、やばい、しがないじゃないですか。ちょっと、ちょっと、なんだこれは、お前。レシートちゃいますやん。13人も数え方やばい、マジで13人。すげえ、かっこいい。平均ね、平均。何が平均じゃん、お前。汗、汗拭くんですか？汗でも拭くんですか？10万円なんて持ち歩かないよね。そう、危ね、怖くて無理だ。風俗行くんか、お前。行かねえわ。お前やばいよ。かつ腕下13万持ってねえ。あ、それはさすがですわ。その腕にもお金かかってんだろうな。次何入れちゃうんだ。本当は背中に虎とかいるんじゃないの？のりさん、今日は何使うんですか？今日駄菓子。駄菓子、この後あの服買うね、企画がありますから。あ、そうだ。じゃあそこで買おうかな。そうだな、回答がもう。じゃあそこで買おうかな。余裕、ゆとりを感じる。まあ、のりさんはね、お金持ちですから、昔から。いやいやいや、もう全然よ。お家がもうお金持ちでね。確かにな。で、YouTube でも活躍してるし。富豪か、富豪か。お前は富豪だよ。富豪、そこにか。お前一番、お前は金使ってるよ。いやいや、そんなことないよ。あなた一番お金、そうよ、うん、そんなことない。溜まってますよ。だって13万には勝てない。13万には使うとこないんだもん。そう、あるあるある。もうこれぐらいでしょ、そうね。もう、そう、落書きだと思われてるけど大丈夫？コメント欄で。もうすごいよね、コメントは。この二人には気づくけど俺全然気づかない。すごいよね。いいえ、見えないおしゃれでいいんじゃない。あ、そう、こうさりげないよね、おしゃれ。いいじゃん。ターボーにとっておしゃれとは見せない。